クール部代表水野です。今回人気のお呼ばれポニーテールアレンジを開催します。こんなアレンジすごい可愛くないですか。こんなに可愛いのに実はゴム2つでできてます。クロリンパの組み合わせだけでこれぐらい可愛いヘアアレンジできますので、ぜひ試してみてください。それでは開催していきます。まず前髪と遅れ毛を残します。今回前髪が長いウィッグを使ってます。で、耳後ろぐらいですね、ちょうどここぐらいの位置で前後に分けます。で、後ろの髪を低め、これぐらいの位置ですね、この位置でクルリンパします。後ろの髪は髪の量が結構多いと思うんで、ゴムもきつめに、これも二重にしてます。二重にしてクルリンパします。で、クルリンパするこの毛束を通して作るんですけど、この穴は最小限にします。これを広げすぎるとこの鉢の部分とかが広がってきますので、あまり広げすぎないように注意してください。します。で、毛束を下げて引き上げます。で、どうしてもこう膨らんでしまった場合ですね、はこの表面の髪はすべてこの毛先につながってますので、このゴムのところをしっかり手で押さえて表面を順番に引っ張っていきます。そうするとクルリンパがキュッと今ここですね、締まります。で、後からほぐしますので、しっかりキュッと締まったタイトな状態にしておかないと、ほぐした時に大きくなりますので、しっかりこれぐらいにタイトに作ってください。続きまして、このクルリンパのねじれの部分とこの表面をほぐしていきます。で、毛束は少し徐々に力を抜きながら外側に行くに従ってグラデーションを作るように毛束を引き出します。で、あともう一つポイントが間隔を空けることですね。この空間が大切です。これがツヤとかの要因、ツヤが出るポイントですね、なりますので、少し力を抜きながらグラデーションを作ることと、間隔を空けながらほぐしてください。毛束を引き出してください。で、後頭部のところは一番ボリュームが出ても大丈夫ですので、一番引き出すようにしてください。続きまして、耳後ろから前の髪ですね。この髪を少し後ろに軽くねじります。で、クルリンパをこのすぐ下で、すぐ上でします。こういう毛流れが大切です。ここ馴染んでるの分かると思うんですが、これが角度が上がったり下がったりすると前後の髪が馴染みませんので、斜め後ろの角度にしてクルリンパするのがすごい大切なポイントです。それでは実際にしていきます。ここも角度が上がると膨らみますので、角度を下げてゴムはきつめにします。で、この毛先が邪魔だと思いますので、一番最初にしたクルリンパの穴に入れ込みます。で、入れ込みましたら、このねじれのところですね、ここをほぐしていきます。ここも一緒ですね、間隔を空けながらほぐしていきます。感覚を分けながら、もしこのクルリンパ同士の隙間がある方はこの隙間を隠すようにほぐしてください。で、顔周りも少しほぐしていきます。顔周りも空間を作りながら、真横にすぐると膨らみますので、少し斜め前に向かってほぐすと立体的になります。毛先を巻いていきます。で、毛先が可愛くなるポイントなんですけど、まず全体をざっくりこのように外羽巻きします。こういった感じですね。で、これに対して細めの毛束、この表面の毛束を取って、今度は少し強めの内巻きを入れます。こうすることで360度の角度から見ても立体的なシルエットになります。これで表面の髪を5箇所ぐらいですね、順番にしていきます。結構横から見ていただくと分かりやすいですね。結構髪の量が少なくてもこのように立体的になります。
ポイントはこの横ですね。表面の横とかもすると全ての角度で綺麗になります。続きまして、この遅れ毛のところを巻いていきます。で、今回は華やかにしたいのでリバース巻きをします。で、一気に全部巻くと巻きが強くなったりしますので、これぐらいの量ですと2つぐらいに分けて巻いていきます。で、巻いた後にすぐにこのようにほぐします。そうするとより柔らかい質感になりますので、冷めないうちに指でほぐすのも試してみてください。で、逆側も同じく巻いていきます。で、このこめかみのところですね、ここの部分は絶対根元まで巻くと頭が大きくなるポイントですので、必ず角度を下げてここら辺まで巻き込みすぎないように注意してください。リバース巻きは華やかになるのと顔に髪がかかりづらくなりますのでおすすめです。前髪長い方でもこのように華やかになります。次に、この遅れ毛と毛先にオイル、今回 N ドットのポリッシュオイルをつけていきます。すごい少量でいいので手のひらなじませて、結構上からつけてしまうとペタッとなってしまいますので、細かく中間ぐらいから少し伸ばしていって根元につけていく感じですね。で、少しずつ少しずつつけていって束感をつけてください。結構オイル系はベタッとしてボリュームが損なわれやすいので慎重につけてください。毛先もこういう感じで一緒ですね。ちょっとこう中間から伸ばしながらなじませていく、このような感じで少しツヤ感が欲しい方はスタイリング剤、バームやオイルをつけてください。最後にヘアアクセをつけるんですけど、おすすめはここのゴムのところですねに、このようなヘアカフ、裏に金具があるヘアカフをつける。クリップ系でも大丈夫です。こういったクリップのヘアアクセをここにつける、こういった形でも可愛いんですけど、ここですね、これもクリップなんですけど、少しアシンメトリーに斜めの位置にこういったヘアアクセをつけても可愛いと思います。それでは一周ぐるっと回っていきます。ほぐし具合などはこれ少し明るいウィークなので大きめにほぐしたんですけども、少し控えめのほぐしでも大丈夫です。今回以上になります。すごい簡単なヘアアレンジなんですけど、唯一ポイントとしてはクルリンパの角度ですね。しっかり最初の角度、最初のクルリンパを下げる。で、2つ目も下げながら斜め後ろですね。隙間がないようにクルリンパをするってことですね。その点さえ注意すればこのアレンジすごい簡単ですので、ぜひ試してみていただけると嬉しいです。ありがとうございました。